他の人は当たり前にできてるのに、自分にはどうしてもできないことは何ですか？いや、こんなんね、多分いろいろあると思いますよ、本当に。自分にできへんこといっぱいあると思うんですけど、しないようにしてること、避けてることって言ったら、まあ、原チャリを乗るとか、自転車、基本的には避けて生きてますね。原付は、高校の時に取れると思うんですけども、いざまあ、原付を友達に借りて、ちょっと調子乗ってたんですね。スーパーの駐車場で結構スピードを出してしまって、でその駐車場って車止める後ろのところに面積ってですか、石あるじゃないですか。そこに思いっきり突っ込んでしまって、もうその時にここドーンってここがドーンってなって痛すぎて、そっから怖くて乗れなくなりましたね。自転車もそうなんですけど、自転車はね、とりあえず跳ねるじゃないですか、段差とか跳ねた時に、ボン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 って。恥ずかしいですよね。恥ずかしいのと、まあ、荷物がボン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 になったり、それがすっごい恥ずかしくて、揺れるから、お股が痛いんですよね。それで、やめましたね。規制が厳しくなったと言われている YouTube でも、ギリギリセーフと思われるオノマトペは何ですか？オノマトペっていうものをしっかり私が理解しているかどうかわからないんですけども。じゃあ第3位、これも3位からいきますね。3位が、ピチャピチャ。ピチャピチャ。まあね、そういう、ちょっと水分を含んだような感じですね。第2位が、ぬるぬる。ぬるぬる。これもちょっと水分含んだ感じですね。水分含みがち。第1位が、ニューチューニューチュー。ニューチューニューチュー。言いにくい。粘りがあるというか、水分含んでかつ粘りがあるっていう、そういう音みたいなものがいいのかな。ギリギリセーフ。まあ、全然セーフですよね。っていうふうに思いました。なんじゃこりゃ。合ってるのかどうかはわからないです。